皆さん、見えてますか？大丈夫かしら。皆さんこんばんは。今日からバーチャル YouTuber として配信を始める赤いハートよ。皆さんどうぞよろしくお願いします。初めての配信で緊張なんてしてないわよ。とにかく今日はね、マシュマロを食べじゃなくて、私がタレンで素敵ってのをより知ってもらうためにマシュマロの質問に答えていこうと思うの。Are you ready? それじゃ始めるわね。ツンデレの中にニャンデレを感じるのですが、実のところポンコツなのではないでしょうか。何よこの質問。どうしてツンデレの中にニャンデレを感じたらポンコツってことになるのよ。だいたい私はツンデレじゃないからね。ツンツンよツンツン。出れることがあるわけないでしょ。私にこれからの活動を見てたらポンコツじゃないってことがわかるんだからね。ポン。漢字苦手なのよね。ウィスパー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 いいって言ってやらないわよ。もうやらない。はじめまして。初回配信楽しみにしています。ハートさんはスナック菓子で好きなものはありますか？スナック菓子か。スナック菓子、なかなか食べないのよね。スナック菓子よりも、和菓子が好きかしら。こう見えて、和菓子よく食べるのよ。もっと罵って。変態。罵ってとか言う人って、大体変態ばっかりなのよ。変態ね、本当に。罵るって、そんな人を傷つけるようなことできないわ。だって私、優しいもの。ありがとうございます。なんでありがとうございますって言ってるの？みんな怒るんだからね。みんな、内首よ内首！内首よ！まったく！
本当に怒った。怒ったんだから。ハート様、ハート様って呼び方いいわね。みんな、ハート様って呼びなさい。ほらほら、ハート様って呼びなさい。せーの、ハート様、ハート様。なんかいいわね。すごい、ハート様って呼ばれると気持ちがいいわね。本当にハート様って呼んでくれてる。みんながいい子よ、いい子ね。いい子いい子はしないけど、手が汚れるから。でも、とりあえず、いい子よ。豚より、牛の方が好きなの私は。豚も可愛いけど。ブヒ。ツンデレじゃないわよ。牛？馬の方が可愛いわね。牛より馬の方が可愛いわよ。牛、豚だす、ダサいよ。ダサいよ。あとママ。ママ、いつからママになったのよ。あなたなんか産んだ覚えないわ。ママになるの？じゃあ、一瞬だけママになってあげようか。ママになれます。坊や。いい子ね、坊や。坊や。ボーイ。何よこれ！気持ち悪い枠になってるじゃない！変な配信者だと勘違いされちゃう。それは困るわ。ママは目指さないわ。だってホロライブには、ソラ先輩っていう、ママがいらっしゃるじゃない。だから私は、どこの位置を目指せばいいのかしら。ママ、妹？妹キャラは、どうでしょうか？後輩、なんか、響きがいいわね。後輩、いいわね。では、改めまして。今月から、バーチャル、YouTuber になった、赤いハートでした。本当に、ありがとうございました。